キーを回してきてくれるかい？いいんだ。が悪いんじゃないんだよ。待ちなさい。その子猫の運命を変えろという。トローだったな。結局元に戻す。あの、そこに誰か。
せめてあと2時間ぐらいは凡庸な夢を見ていられますように。日に限って出ないの？もうせっかくの安眠を。ま、幽霊屋敷そのものだけど。大体二人で住むには広すぎるのよ、この家は。
と言っても私には関係のない話だけど。山城先生。やあ、おはよう、青崎君。用件は聞いているかな？はい、1時間前に自宅で、事前に何の相談もなく。それは先生の気のせいです。今日だけ特別という話ではありませんから。そうならいいんだけどね。彼にはそう辛く当たらないでくれよ。僕らじゃ正直どう扱っていいかわからないところもあるし。先生、その件ですけど、私まだ詳しい話を聞かされていないのですが。電話じゃあなんて聞いたの？転入生の紹介をするとだけです。理由も脈絡もない説明でした。先生、これが笑い話ならそろそろ帰っていいでしょうか？いや、ごめんごめん、謝るよ。冗談じゃなくて真面目な話なんだ。本当に転入生の問題で？うん、訳ありというか難しいというか。彼、総十郎君というんだけど、ちょっといろいろとずれていてね。僕らが案内してあげるより同世代の君の方が適任だと思ったんだ。ずれてるなんて、そう使わない表現だけど。質問があります。何？
あ、学年は君と同じ2年生だよ。性格は落ち着きがあって人の話をよく聞くタイプ。裏を返せば覇気がないとも取れるけど、青崎くんとはクラスは違うけどきっと仲良くな。そういったことは本人から直接聞きますし測ります。そうではなく、なぜ私なんでしょうか。もう一度だけ聞きます、山城先生。それでなぜ私なんでしょうか。うん、それはね、別に青崎くんが先生方に敬遠されているのと同じぐらい信頼されていて、学校のためなら教師。それ以外にこんな呼びつけを受け、いや、責務だけでいいなら僕がやってるさ。この人選に関しちゃ教師や生徒会長といった役職も関係ないよ。なんていうか、こんな頼みを損得抜きで聞いてくれるのは君だけだと思ってね。山城先生。うわ、怖っ。もう睨まない睨まない。言ったろ、僕にはともかく彼には笑顔でって。とまあ納得してくれたならすぐに移動しよう。もうずいぶん待たせてしまっているからね。それと雨の中ご苦労様。帰りはもちろん車で送るよ。
なんて絶望的な断絶。戦後どころか戦前の話じゃない。ロビンソンにも程がある。電気がないって、村に行き渡っていないだけで公衆電話ぐらいはあったんですよね。なかったそうだよ。こっちに暮らすようになってまず驚いたのが電話だそうだし。電話って便利ですね、なんて真顔で言われてね。そういえばそうだなと再確認させられたぐらいだよ。駐在もいないってことか。うちも実家は山奥ですから、電気が通っていないのはありえないとは言いませんけど。そいつ、学校も知らないんですか？うん、どんなものかは知っていたそうだけど、実際来るのは今日が初めてらしい。ああいうのも野生児っていうのかな。狼に育てられた狼少年みたいな。いや、探検隊の話だね。ちょ、怖いな青崎くん。冗談、冗談だって。そう睨まないでくれ。大丈夫、話してみた感じおとなしい子だったから。なんていうか、言葉の通じない小動物みたいな感じ。山城先生、その例え気休めになってませんから。いや、青崎くん、君を信頼してる僕だけど、念のため確認しておくよ。なんていうか、優しくね。できれば笑顔とか作れないかな。作り笑いは苦手です。一応努力しているつもりですが。ああ、そうなんだ。それはよかった。いやー、ほんとよかった。青崎くんにも苦手なものってあったんだね。分かってるわよ、愛想が悪いってのは。でも笑顔なんて意識して作るものじゃないんだし。大
いたいそういうインスタントな人付き合いなら飛び丸の方が向いてるって。いや、というか敵、何であろうと敵、悪いけど情状酌量以前に敵。間が悪いのはお互い様っていうか、本当なんでよりにもよってこんな忙しい時に。でも、そろそろ9時を過ぎるのか。どうなんだろう。よかった。忘れられているかと思った。すまないね。随分とお待たせしちゃった。って、あれ？里中先生、いないんですか？
紹介するよ。彼が転入生の静木総十郎くんで、こっちの彼女が静木くんの案内役。うちの生徒会長で休日を押して新しい仲間の案内役を買って出てくれた青崎青子くんだ。信じられない。私、今わけもなく怒ってない？いやほら、青崎くん。挨拶。いや、待たせたね、しずきくん。紹介するよ。彼が転入生のしずき総十郎くん。こっちの彼女が静木くんの案内役。うちの生徒会長で
休日を押して新しい仲間の案内役を買って出てくれた青崎青子くんだ。ああ、うん、イケてる。二人とも気は合うようだね。それじゃあ、僕はこの辺でいいかな。僕は職員室にいるから、終わったら来るように。いいかい、青崎くん。くれぐれも、くれぐれもだぜ。なんていうか、生徒会長としての度量の広さをこの際僕に信じさせてほしいかな。まあいいわ。山城先生がヒルアンドンなのは今に始まったことじゃないし。それで、あなた名前は？ああ、静木総十郎かな。君は青崎さんだったね。サンはいいわ、柄じゃないから。こっちはしずきくんでいい？いいって、何が？だから呼び方、くん付けでいいかって聞いてるの。うん。何よ、おかしなこと言った？私。いや、すごく。いや、いいんだ。
ごく一般的なんだろう。しずきくんで頼む。君は青崎でいいんだよな。ええ、よろしく。悪いけど優しくしてあげる気はないから。時間も惜しいし手早く行くわよ。それは助かる。やっぱり時間は大切だ。まず聞いておくけど、山城先生から聞いたことは理解してる？ああ、学校の仕組みについては分かった。この建物全部に同い年の人間がいるなんてちょっと想像できないけど。そう、よかったわね。私には関係ないけど。青崎。何？こっちも一つ聞いていいかな？だから何？俺の気のせいだと思うんだが、君はまるで何かを睨んでいるように見える。やはり今朝は悪いものでも。青子の視線は普通の人には厳しいわ。もう少し多くのことに寛大になる。私をバカにしてるってわけじゃなさそうよね。Thank you.
いいわ。言葉にしないとわからないようだから言う。あなたの気のせいじゃなくて、私は視線で遠回しに感情を表現してたの。なるほど。どうしてそうしたいのかはわからないが、確かにそっちの方が手っ取り早い意思表現だ。確かにずれてるわ、こいつ。じゃ、とりあえず。あ、あと一つ。これもちょっとした疑問なんだが、なんで君は怒ってるんだ？怒るのが商売とか、そういう家柄の人なのか？別にあなたのせいじゃないから気にする必要はないわ。ただこの一瞬とお昼まで眠っていた場合を計りにかけたら、あまりに利益の違いがあって頭を抱えただけよ。まずいな。あと20分経つと1時だ。え？嘘でしょ？うちの校舎そんな広くないわよ。行く先々で根掘り葉掘り聞かれちゃ、そりゃ何時間でも経っ。何がまずいの？覚えることが多すぎてパンクしたなんて言わないでね。いや、それもあるけど、学校のことは別にして、一時になるとまずい。へえ、時間を気にするってことは用事があるのね。そう、人の予定を引っかき回しておいて自分だけ好きなようにやろうって言うんだ。なんだ、顔に似合わずいい人ね。いや、褒めても何も出ないぞ。誰も褒めちゃいないわよ。
で、で、それで一体何の用なの？そこは秘密にしておきたい。慣れ始めたつもりだったけど、こいつのこういったテンポには失神しそうになるわ。しずきくん、秘密だってば。これ最後の質問。あなた、私をからかって楽しい？分かった。実は1時からアルバイトがあるんだ。でもここはそういうの禁止なんだろう？そうだけど、あ、禁止されてるから秘密にしようと思ったの？バカね。それなら許可さえ降りていれば問題ないわよ。知ってる。試験の時に許可をもらってる。へえ。しかし、許可は一つしかもらえなかった。一つって、あなた掛け持ちでバイトしてるの？これでも2件減らしたんだ。生活費だけで大変なのに、学費まで稼がなくちゃいけないな。いや、あんまりなのはあなたの方だと思うけど。そういうことなら仕方ないわね。いいわ、行きなさいよ。青崎はいいのか？別に、私もこのまま帰るから。先生、案内終わりました。それはお疲れ様。しずきくんもお疲れ様。それで、校舎を回った感想はどうかな？ありがとうございます。なんというか、とても学校ですね。そうかそうか、うん、明日から頑張りなさい。山城先生のことは気にしないでいいわ。教え子に厄介なことを押し付けてふんぞり返っているぐらい職員室が好きなんだから、何時間でも待ってるでしょ。いえ、待ってるべきじゃない？そうか、青崎がいいんならいいんだな。ん？それじゃあ行くよ。今日はありがとう。今日だけよ、今日だけ。それじゃあまた。
いや、待て待て待て！何するつもりよ、あんたは！何って、アルバイトに行くんだけど。その窓は人が出入りするところじゃないの。だいたいここ何階だと思ってるの？死ぬところだった。2階から降りたら危なすぎる。危ないのはあんたの頭。あのね、こっちじゃ窓から人は出入りしないの。さっき言っとくべきだった。知ってるよ、時間がないんで慌ててたんだ。ありがとう、これからは気をつける。いいけど、私は別に。あなたがどこから外に出ようが関係ないもの。ただ、できれば私の前ではやらないでほしいだけよ。それより、あなた、本当に明日からか？来るよ。不安だけど、案内してもらったし。大丈夫なのか、あんなんで。ま、いっか、どうせこれっきりなんだし。時間。ま、それも悪くないか。残すことには賛成ですが、それでは残すだけになってしまうでしょう。